それでは私リュウジが考案した雪見大工風を紹介させていただきます。今日の雪見大工風はハニーソルトペッパー雪見です。皆さんが投稿してくれた雪見大工風を見ながら僕も一工夫させていただきました。それでは材料を紹介に行きます。まずですね、雪見大福1個ですね。ペッパー粗挽きですね。ハニーですね。蜂蜜です。あとソルト、お塩、こちらが、まあ、少々ですね。はい、では早速作っていきます。雪見大福ですね。はい、雪見大福をしてこんな感じで盛り付けちゃいます。ハニーです。はい、黒胡椒ですね。結構黒胡椒感じるぐらいあればね、あの引き立てのものでも、香りが立って美味しいです。味を引き締めるためのお塩一つまみずつですね。はい、ということでですね、完成しました。ハニーソルトペッパー雪見完成です。早速食べていきたいと思います。これ蜂蜜に黒胡椒とお塩、このね3つがねかなり調和してるんですね。いただきます。これねめちゃめちゃうまいですよ。まあこの雪見大福そのままでもものすごく美味しいんですけども、蜂蜜の甘さが加わって、その上にですね、あのブラックペッパー、こちらはね香りなんですね。香り担当のブラックペッパーがいて、あと蜂蜜を加えたことによって甘さがですね、加熱されるので、それを引き締めるためのお塩ですね、こちらがね本当に混然一体となってます。とっても美味しい。もう本当にですね、かなり完成されたデザート味がします。はい、これはね、めちゃめちゃうまい。このね、やっぱりねペッパーの香りが僕好きですね。すごくね、ブラックペッパーってあの基本的にはあのしょっぱいものに使うっていう風な認識があるんですけども、こんな感じでね甘いのを使ってもですね、すごくねこの全体の雰囲気を引き締めてくれるんですね。組み立てられたスイーツな感じがしますね。アレンジ加える場合は、このですねハニーの部分をメープルシロップに、してみてください。これもねまたすっごい美味しいですね。はい、メープルシロップだとあの香りがちょっと違いますね。あと甘さもちょっと控えめになっておりますので、こちらもですね、なんか、メープルシロップにするとものすごくあのアイスケーキを食べているような感じになります。はい、一つアレンジとしてぜひやってもらいたいなというふうに思います。ハニーソルトペッパー雪見、超簡単。ここかけるだけですからね。めちゃめちゃ簡単で今日からでも試せるっていう、そんなですねお手軽に超美味しい。雪見大工夫になっておりますので、ぜひお試しください。新しい味の開発に困っている雪見大福さんが雪見大工夫を開催しており、雪見大福に一工夫加えた開発アイディアを募集中です。アイディアではアイスでいることにもこだわらないというですね、非常に面白いキャンペーンになっております。またキャンペーンに伴い皆さんが投稿してくれた雪見大工夫が見れる雪見大工夫室も開設しています。詳しくはサイトをチェックしてくださいね。